札幌市は当初、児童手当などの対象世帯に現金5万円を先行給付する予定でしたが、岸田総理の方針転換を受け、今月27日に現金10万円を一括給付する方針を固めました。対象となるのは、児童手当や児童扶養手当を受給しているおよそ11万9千世帯、19万8千人で、今後政府からの通知が届き次第、正式に手続きを始めます。現金で給付されるのはすごくやっぱり主婦として、母として、主婦としてはありがたいと思います。まあ一括の方が助かるです。使う幅が広がる感じですかね。入学準備に使うのかなって気はしてます。目先だけその現金を、ね、給付しても長期的な観点で見ていかないとダメなんじゃないかなっていうふうに思いますね。子どもたちに与えるのもすごくいいことだとは一つは思うんですけれども、国が豊かになるような政策に使ってほしいなと思います。札幌市のほか、帯広市と石狩市など8つの市が年内に一括で給付するほか、岩見沢市や江別市など10の市も年内に一括給付する方向で準備や検討を進めています。